それでは第6章やっていきます。第6章は、チーム K 戦とアルゼンチン戦がメインとなる章ですが、アルゼンチン戦は3の中で唯一の負けイベントとなっており、まともなフル試合がチーム K 戦のみという、前回に引き続き試合数は少ないです。しかも両試合めちゃくちゃ簡単で、FFI 本戦以降屈指の低難易度章ですね。特に、負けイベのアルゼンチンはともかく、チーム K がマジで弱すぎてびっくりします。女子選抜と同レベル。ストーリーでは起動大好きおじさんや、アルゼンチンそっちのけでイタリア勢が結構絡んでくるので、イベントや追加シーン等を含め、それなりに長い方ではあるのですが、まあ時間がかかるだけなので、難易度評価は星一つが妥当でしょう。新王が RTA 中盤におけるオアシスのような存在ですかね。第6章、ミスター K の罠、友情の共同戦線。ということで、今回も頑張っていきましょう。今回も中盤まではイベント祭りが続いて、その後連続的に2試合こなす感じなので、そこまでは倍速多用で進めていきます。特に第6章は解説することもないですしね。では、まずはジャパンエリアのグラウンドに戻り、工藤監督に話しかけます。第6章のストーリーの主役といえば、影山と因縁深い機動さんですが、それは影山率いるチーム K 戦における表主人公のようなもので、今回の裏主人公的存在が、アルゼンチン戦で大活躍する立ち向かいですね。すでに、遠藤さんの後追いをするだけの自分が、代表にいる意味ってなんだろう、それで世界に通用するのだろうか、と葛藤を繰り返してるところですが、いや、あなたの無限の方が強いです、と全ユーザーが思ったことでしょう。属性1にグレート2に進化してることを考慮すれば、それはもう確実に。さて、特訓が終了したので一度宿舎へ。さっき鬼瓦さんが来てたということは、まあそういうことですよね。ゲーム版の鬼瓦さんは影山のこと以外で仕事しませんから、2では驚くほど空気だったよ。はい、もちろん影山です。FFI から失礼してます。そして冒頭で影山とおぼしき人物と接触していた不動が真っ先に疑われると。後々判明しますが、このシーンでは結構ショックを受けてたっぽくてキュート。お互い悪いところだけ見えちゃってたので、仕方ない部分が大きいとは思いますが。そして影山の真相を探るために、アルゼンチンエリアに向かいます。こうしてみると、固有エピソードを一切作ってもらえなかったアルゼンチンって、実は不遇チームなのかもしれませんね。自分たちの回だと思ったら、イタリアの方がよっぽど目立つっていう。まあ主人公に勝たせてもらったんだから、そんくらいの扱いでいいよな、うん。そしてまあ、あんまり個性のない街並み、ラテンアメリカ感、ですかね。私は現実のアルゼンチンのことを、サッカーが強い以外全く知りません。メッシメッシ。では、メインストリートを左に突っ切って、銅像広場にいるイタリア代表の元へ。このメインストリート、モブがかなり邪魔でたまに叫ゲーみたいになります。非常に煩わしいです。アンジェロに話しかけてと、相変わらずに等身チビキャラだとアンジェロがゴツすぎて違和感やばいな。すぐ駆けつけて仲裁してくれるフィディオさんマジイケメンっす。ここムービースキップ。このチビキャラだと日焼けしたローランドにしか見えない男こそ、ミスター K こと影山レイジ。前作から少し髪型を変更し色も金色に、そしてちゃっかりサングラスも別のものに。チャームポイントを残しつつも印象が変わる程度にイメチェンするのは、影山も軌道も似た者同士かもしれない。あ、王がいたんだ。2章ごとにしか登場しないから影が薄いなぁ。メインに据えられる8章までは、なんか邪魔してくる敵の人ですね。そして、影山の情報を探るべく、メインストリートは非報道の情報屋の元へ。今の上じじい、下お兄さんの夫人がマジできつい。ムービースキップ。第6章は王が関連の追加シナリオや、新規ムービーが結構用意されています。カノンに話しかけた後も即ムービースキップです。ボイスも新録がかなり多いので、力入ってるなーって改めて思いました。そしてストーリー本筋の情報屋も登場。どうやら、合言葉を探さないと教えてくれないらしいので。って、バダップが椅子と机の間に挟まっとる。何やってんのこの人。これがガチ軍人のスニーキングか。まあバダップのことはともかく、条件である合言葉を探しに行きます。合言葉はメインストリートの上、Y 字路前に入ってすぐのマンホールです。これを3回調べることで、マンホールに掘られた合言葉を見つけることができます。この目的に関しては、ちゃんと周りの人の話を聞かないと達成できない系の、RPG とかでありがちなミッションで、いないレスリーの中ではかなり珍しいんですよね。
ちなみに、飛行道のステージ近くにいるこのお兄さんと、Y 字路前の一番右上にいる G さんが、それぞれ合言葉の手がかりを教えてくれます。マーキプレイ勢からしたら、こいつらの位置こそ覚えてないんですけど、先回り安定ですわ。ということで、入手した合言葉を引っ下げて、情報屋から影山の新情報を聞き出します。影山率いるチーム K とオルフェウスが、2日後に代表の座をかけて試合をするとのこと。ぶっちゃけフィディオさえいれば、4人かけでも勝てそうなくらいチーム K は弱いですけどね。いやすぐそこにおる、機動さんとかもうハイタッチの距離まで詰めてなかった？サッカーの試合はいいとしても日常生活に支障出てません。そのゴーグル。まあいいか。ひとまず宿舎に帰りましょう。にしても、監督の座を取って代わられた上に、最後まで影も形も見えなかった。オルフェウス前監督のパオロさんって、どんな人なんでしょうか。気になりすぎて夜も眠れん。ことはない。とりあえず、今は目の前のアルゼンチン戦に集中しろとの指示です。私も本来はそうしたいところですが。では、特訓のためにグラウンドへ。はるなー。すみません、お兄ちゃんが出てしまいました。おとなしのゲーム内チビキャラが可愛すぎるのが良くないと、私は思います。で、1年生組プラス津波で、立ち向かいの新必殺技特訓を開始。津波をしっかりメンバーに入れるところがね、もうレベル5分かってますわ、最高。アニメだとここにマネージャー枠でおとなしも入れるとかいう神采配ね。そして案の定、影山のことを考えて練習に集中できない機動さん。これは、恋の予感。一方、遠藤は告白の呼び出しかのような差出人不明の手紙を受け取ります。手紙の主は、セントラルパークのヤシの木の下で待っているとのことなので、早速向かいます。はい、手紙の主は夏美でした。久しぶりの制裁登場。ここで正式に遠藤大輔、じいちゃんが生きていることを知らされます。大輔さんも影山も生きてるわ、両者ライオコット島に平然といるわで、この世界大会どうなってんだ。日本勢との因縁がすごい。遠藤編最終召喚が一気に出てきました。では今度はライオコット島に行き、フィディオたちの様子を見に行きます。遠カウゼイ。角間ケイタ何やってんの？こいつ謎にセントラルパークでインカウントするんですよね。実は感染来てるでーってことなのでしょうか。アニメの世界編だと代表選考試合以降、完全にお払い箱だったのに、熱意が凄まじいな。ファンボの鏡だ。そしてイタリア勢に話しかけて。影山の卑劣な罠によって、オルフェウスのメンバーが数人離脱してしまいます。オルフェウス、仲良しチームが多い FFI で、結構ギスギスするの正直好き。しかしそこで、俺だよ欲しっと言わんばかりの帝国組プラス遠藤ですよ。佐久間はもはやこのエピソードのために招集されたと言っても過言ではない。彼の数少ない見せ場です。それでは、フィディオたちと行動を共にして宿舎に帰りましょう。ちなみに、今でチーム K 戦開始まで進捗7割くらいです。糸流し。チーム K 戦は明日ということで、イタリア勢は日本宿舎で一泊。日移同盟結成です。と、ここで機動さんが一時離脱。一人でアルゼンチンエリアの銅像広場まで行っちゃってるので、すぐさま様子を見に行きます。機動が一人でどこかに行くときは、大抵精神的に参ってるときですからね。第一章でも似たような場面がありました。しかも同じ影山絡みの悩みで。銅像近くの情報屋に話しかけます。ああ、これはもうやばいです。影山の幻聴幻覚で狂っちゃってます。そして世界編屈指の名シーン。やっぱあの機動さんが感情むき出しにして相手にボールを蹴って言葉をぶつける。それだけでやばいのに、その相手が今回は不動手。このストーリー考えた人化け物だよ、化け物。金一封送りたい。で、この暗転を注意。ここで機動をチームに戻す選択がきます。時短のためにも確実に配応して編成してください。で、ここでメニュー画面を開いて前4人を遠藤プラス帝国組にします。さっきの編成画面でもできるのですが、やたらもっさりしてて操作性が悪いので、私はこっちでやるようにしています。まあどっちでもタイムに差はないと思います。お好みでどうぞ。では、再度宿舎に帰ります。チーム編成までしてしまえばもうあと少し、チーム K 戦はすぐそこです。おとなしに話しかけて。チーム K 戦当日、早速影山討伐のためイタリアエリアに、というタイミングで立ち向かいがダウン。原因は特訓のしすぎとのこと。
才能あってこれだけ努力もしてるんだから、今回の賞以外でも活躍してほしかったな。ないものねだりです。軌道をチームに戻し忘れたり、前4人の編成ができていない場合は、このタイミングで強制的に編成画面に飛ばされます。救済措置ではありますが、普通にタイムロスなのでなるべく利用したくはないですね。では、イタリアエリアのグラウンド前に向かいましょう。一方その頃ジャパンエリア。立ち向かい復活派や。影山の策略によって、とんでもないことに。マジで卑劣。一方、遠藤たちは無事グラウンド前に到着。影山に話しかけて、満を持して決戦へ。さあついに登場、軌道そっくりに育て上げた究極の戦士、デモーニオストラーダ、影山の並々ならぬ軌道愛を感じます。歪み切った結果もはや純愛。前作での捨て台詞が、私の最高傑作は軌道って、次会った時には、帝国時代の軌道を模した強化人間をこしらえてくるとか、もう軌道大好きおじさんだろこの人。全くと言っていいほど隠す気がない。ペチン。この二人の関係性は、ゲーム版の方が好きかもしれない。まあその代わり、佐久間が二人のついでレベルの空気になっちゃってるけど。で、三人で新たな皇帝ペンギンを編み出し、影山に一泡吹かせてやろうという話に、一号の威力に二号の安定性、両方を兼ね備えた新しいペンギンです。さて、今回の試合の作戦ですが、まず選手のポジション変更はなし、帝国組がディフェンスに集結してますがお構いなしで、今回の試合、皇帝ペンギン3号を打つイベントが用意されてますよーってストーリーですけど、実は打たなくても進行します。いや、してしまいますなぜか。本当になぜか強制イベントじゃありません。めちゃくちゃ重要だと思うのですが。まあそういうことで、帝国組はディフェンスに封印、シュートはすべてフィディオに任せます。前半開始直後に1点強制失点なので、オーディンソードで2点取ってもらう形です。で、後半はガン逃げです。試合に影響するイベントもありません。さあ、まずはデモーニオによる究極のシュート、皇帝ペンギン X。非属性 TP58 で高威力かつ、デモーニオの属性1単独シュート技。この時点でオリジナルの軌道さんをはるかに上回っています。デモーニオの説明文はすべて事実だったようですね。ていうか未だにイリュージョンボール界とツインブーストだけって、オリジナルさん。正直、私はペンギン系の中では X が一番好きです。軌道さんがついに高威力シュート技、皇帝ペンギン3号を習得しましたね。なお属性不一致。デスゾーン2といい、林属性のシュート技を覚えることに定評のある軌道さん。ていうかなんならキラーフィールズも林、自分のこと林属性だと思ってる説。では、まず1点目取りに行きます。ちょっと下手すぎてびっくりした。ただフィディオがアホほど強いおかげでなんとかなりました。ここはオーディンソードで確定ゴール。鉄キーパーエンディオ、影山の集大成なはずの、チーム系の正ゴールキーパーなのに、技がフルパワーシールドにワームホールと意味がわからないくらい弱いです。影山のチームに本当に必須だったのは、軌道ではなく源田だったのでは ?1 の帝国に2の新帝国と、一貫して強いのは源田だった気がします。今作でもネオジャパンの源田はめちゃくちゃ強かったですしね。ま、とりあえず1点確保、次は前半ギリまで時間稼ぎです。そして今回のボールダッシュは超簡単。オルフェウスの汎用ブロック技、バーバリアンの縦顔に強いです。この技のおかげで、チーム K 戦の中盤戦はまず負けません。え?この人、疲れてね。まあ、チーム K のドリブル技はジャッジスルー系ばかりなので、しのげなくともそのうち勝手にファールを引くという安心感があります。ファール率 40% なんてのは、2回も振れば大抵引いちゃいますからね。あれ?まあ、チーム系のストライカー陣のシュートは、すべて遠藤で止めることができます。デモーニオは一見強そうに見えますが、キック力の低さと属性相性が重なって、バーニング異次元で確実に防げます。他のシュートも同様です。今回は遠藤が強いというよりは、影山の育成方針がカスすぎる。影山最後の集大成なはずのチームが、こんな低たらくでいいのか?キーパーはクソザル、ドリブルはするだけファール、ストライカーは遠藤にメタられてる。挙句の果てには必殺タクティクスなし。第5章以降でタクティクス持ってないのこのチームだけやぞ、恥ずかしくないのか。まあ RTA としては雑魚で助かりますが、普通にやる分にはがっかり感強め。ま、あの影山総帥も軌道のことで頭がいっぱいだったのでしょう。
し、そろそろ2点目行きましょう。オッケー。クソザルキーパーに制裁を。属性不一致。技が時代遅れすぎるって。後ろのアンジェロかわいい。さあこれで必要分は確保しました。あとは後半ガン逃げするのみです。よしよし、途中無駄に下りましたが、ここから巻き返します。軌道の代替品として作られたのに、影山に浸水して重度の信者になってるの。シンプルにデモ鬼をがかわいそうなんだよな。後半戦まずはボールダッシュから無敵のバーバリアンで速攻行きましょう。はい。ドリブルはザイリュージョンボールだけとか、そこまでオリジナルを見習わなくてもいいのに、悪いとこは吸収しちゃダメよ。そして今更ですが一つ解説。現在、敵選手には赤、味方には青のサークルが表示されてると思います。これ、チーム形成のちょい大事ポイントで、起動とデモ鬼の判別を試合中とっさにすると、たまに間違えることがあります。だからその対策として、試合中にセレクトボタンを2度押すことで表示させられる。このサークルを活用することで、判別を簡単にするという小技です。まあ、いついかなる場面でもこのサークルはあった方が便利なので、RTA 序盤からつけておいても損はないはずです。ただ、つけない派の人や面倒という人でも、この試合だけはつけた方がいいと思います。間違ってデモ鬼にボールを渡した時のストレスと言ったら、ほんとないですよ。経験者は語る。ま、そのミスをしても失点に繋がらないから、この試合は簡単なんですけどね。いや、普通にミスっとる。ちょっとイギリス戦からプレイングが、バーバリアンあるからあって気を抜いてるとこうなるといういい見本ですね。やっぱり FFI 本戦以降の時間稼ぎは、一筋縄じゃいきませんわ。もっと精進せねば。ということで、解説も終わったので恒例のキャラ紹介へ。今回は皇帝ペンギン3号の装備費。本戦から合流した佐久間次郎。ストーリー中の扱いこそ微妙な彼ですが、初期技が属性不一致ながらも TP42 の烈風ダッシュに、属性一致 TP52 の高威力シュート技、皇帝ペンギン2号と使い勝手がかなり良く、加入時の初期レベルが低いことを除けば、帝国組の中では一番いい感じだと思います。そして何より極めつけは習得スキル、オフェンスフォースです。なんとこのスキル、習得者をフィールドに出しておくだけで、味方全選手のドリブル時のテクニック値が 5% 上昇する、なかなか有用なスキルです。ただ、RTA ではドリブルをしないのが基本の立ち回りなので、全く役に立ちません。そしてフォワードには黄金コンビ、高円寺吹雪が居座っているので、一生出番は訪れません。これだけ要素の揃ってる佐久間でスタメン入りできないとかね、稲妻ジャパンのフォワード争い、あまりにも熾烈すぎます。早く終わってください。試合終了。簡単な試合にしてはタイムロスが目立ちましたね。ここはもっと早くクリアできたはず、悔しさが残る試合でした。まあ失点やファール等の試合仕切り直し系ロスじゃなかっただけ、マシと思いますか。そして試合に敗北したことで影山に見捨てられるデモ鬼を、ゲームだとしっかり一時失明した上で見捨てられるのほんまきつい。あまりにも不憫。そして試合開始前に一瞬チラ見せされた影山のど畜生な策略。アルゼンチン戦の日程を1日早めるという、下道もいいとこな罠にはまってしまいます。これでインドープラス帝国組は試合に出場できず、残りのメンツだけでアルゼンチン戦に。普通に勝てそうじゃね？ゲームの性能的には外れても何一つ困らない人たちだな。で、ここでメンバーリセットが入り、全選手の編成をやり直します。ここで必須なのが、立ち向かい強援寺ヒロとトラマルをスタメンにすることです。やり方は簡単で、この編成順の後ろから3人がベンチになるという仕組みなので、それまでにさっき挙げた4人を編成してしまえばいいだけです。普通にやっているとヒロトが後ろ3人に入ってしまうので、そこだけ注意ですね。あと立ち向かいは先頭で固定です。先頭に置くことで試合時のポジションがキーパーで固定されるので、時短になります。そしてこれからの攻略に必要のないクリマツも、入れないとなぜか進めないので入れます。いるだけのメンバーは全員入れないと進めない仕様になってるっぽいです。さて、編成が終わったので次はスタジアムへの道を攻略していきます。ここは言わずと知れたバグの名所。説明は不要、とにかく見ててください。
やべミスった。もっかいもっかい。はい。オッケーオッケー。見てください、この裏世界、すごいでしょう。この裏世界に行けるバグ、当時から知っててすごい興奮するんですけど。まあ、非常に申し上げにくいのですが、ぶっちゃけ、時短にならないです。1回ミスでビロス、2回ミスは余裕でロスですすみません。まあ一応利点として、暗転の回数と歩数を減らせるので、このバグを使うことによってインクン。うん、理屈とか抜きに楽しいから裏世界に入ってるだけってことで、7時間もやるんだからモチベーションの維持は大事だと思います。ということで、スタジアムに到着。看板が肉球で非常に可愛らしいですね、はい。どうせ負けイベントなんでさっさと消化しちゃいましょ。スタジアムに入って秋に話しかけたら、すぐ試合開始です。ムービースキップ。ここら辺終始無なクソですわ、テレスとか影山とかテレスとかに。この時点では松葉杖でリハビリしてるのに、アメリカ戦で復帰するのどういう奇跡？しかもパワーアップして帰ってきて、以降の全試合得点に絡むの化け物か。やっぱゲーム的には勝てそうなメンツ揃ってるけどな。響さんと工藤監督まで行かせないのが用意周到すぎる。なおこの作戦を仕向けた影山は、軌道がいない日本はこの程度か。相変わらず軌道のことしか考えていませんでした。やはり有能なのは悪の親玉があるなんとかさんの方だな。そしてアルゼンチン戦は負けいべながらも、日本の強力な新技が2つも登場します。1つはフラグを立てていた、立ち向かいのオリジナル新必殺技。2つ目はフォワード3人による連携技、なお染岡さんはハブリーよ。パス岡さん以外の連携技、1個くらい公式であってもよくない？で、今回の試合の作戦ですが、まずポジション変更はなし、さっきの編成の時点で完璧です。あとは、流れで説明します。負け方にしてもミスる要素がありませんから。あ、ついに箱田がスタメン入りしましたね。まだ技覚えてないので弱いんですけど。まず開始直後にボールを取られて、こちらがコマンドバトル全負けのエイリア編負けイベお決まりパターンです。そしてそのまま失点イベントなので、さっさとレオーネに道を譲ります。なるべく時短で行きたいので、立ち向かいの選択はキャッチ推奨です。正直この技は好き。まず1点目先制されて。冬香が稲妻ジャパンのマネージャーとしてみんなを鼓舞するシーン、クソ好き。あと飛び高も。このシーンの飛び高冬香は、遠藤と出会ったからこそ、が詰まってる。熱い話作るのうまいんだわレベル5。あ、ここもさっきと同じ感じで道を譲ってキャッチ選択で OK です。ここヘルファイアー出すかも一応運なので、ノマシュの場合は時短になります。今回は2回ともダメでしたね、残念。これが俺の全部だー。立ち向かい、お前がナンバーワンだ。この魔王ザハンド、3の林属性最強キャッチ技です。では、アルゼンチン最後のイベント、逆襲の渾身シュート行きましょう。ゴーエンジボールでスタートした瞬間に S をタッチするだけの簡単なお仕事です。イグニッション。ミリオンハンズカッコ12個さん。よく考えればテレス、あんだけ生きっといて、必殺タクティクス、アンデスのアリ地獄もお箱のアイアンウォールもなしで終了か。負けイベとしてもちょっと物足りないな。やはりイタリアを第二の主人公にするために犠牲となった国ということか。ということで、ここからは9割イベント、1割ちょっと操作して第6章終了です。じいちゃんも影山に相当キレてますね。まあ、足止め食らっとる。同制同時間もあるんだから、試合終了まで粘らなくてよくない？ガルなんとかさん抜かりねえな。負けちゃったでやんす。最後はテキスト読むだけで負けさせられるの、マジで不完全燃焼感やばい。疲れてないやん、GP まだまだあるやん、テレスボコらせろよ。って何度思ったことか。アニメ版テレス見るまでマジでガチアンチだったよ。そして遠藤たちが合流できたので、ここで再編成です。遠藤を先頭にすること、そして軌道を戻すのが必須。遠藤を先頭にする際に、立ち向かいはお役御免、不動作間はこの先必要ないので放置。これで一気に3人もの仲間が日本に帰国します。悲しいね。あ、自称早々にもう一人帰国か、実質ずっといなかったけど。ここから大画番追加シーン。
イギリスがアメリカに負けました。イギリス、負け試合だけプレイヤーに全部見られるの普通にかわいそうだと思う。しかもアルゼンチンには勝てたのにそれだけはカットという鬼。あ、今回はよく登場しますね。こいつらの見せ場は次の次、第8章ですね。次回はアメリカ回です。ついに一ノ瀬との対決だ。だけど、一ノ瀬の華麗なプレーの裏には意外な真実が隠されていた。彼は交通事故で負った後遺症が悪化し、成功確率の低い手術をする必要があります。一ノ瀬、これが俺の全力の友情だ。では、第7章に続きます。